おはようございます。今日も緊急動画撮っております。あの謎がついに解明されたかもしれません。8月8日朝8時ですね。ヌルからまた新たな LINE が来ました。で、この LINE には文字化けした URL があるんですけども、その文字化けをちょっと見ていきます。そうすると、よくわかんないんですけども、ちょっとね、この中でカタカナっぽいものを探してください。そうすると、まず最初に通ですね。その後、占いで多いっていうところにターがあります。その次にリンっていう文字ですかね、そこに運があります。その次にカ、そしてこれなんて読むんですかね、名が覆われてるやつで、ここに名、最後に運があります。これを全て合わせるとツタンカーメンになりました。で、今までのことを考えるとね、やっぱエジプトのこととか多いですし、で、このオシリスとツタンカーメン同じポーズだよっていうふうに昨日も言ったんで、その辺がかなり噛み合ってきました。で、今すぐ向かうね、あなたのそばに樹脂ジュ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 のやつは、おそらく劇中震災の14日から17日を示唆していると思います。で、この笑い声とかはちょっとまだわかんないんですけど、今回ね、ツタンカーメンっていう文字が出てきたんで、かなり濃厚になったんじゃないかなと思います。昨日の動画ではソルトビサスケとかそういう話してたんですけども、だいぶ今回ちゃんとしたメッセージにね、ツタンカーメンっていう文字が読み取れるんで、もうこれはほぼほぼ9割方確定じゃないかなというふうに思いました。あとは何なんですかね、オシリス重心化とかワンチャン今日そのままニュースで発表されるかもしれません。とりあえず劇中新キャラのタイミング、ニュースのタイミングとしては今日しかないんで、今日来るんじゃないかなというふうに思います。ワタツミが出てから5ヶ月ですね。ちょっとタイミングは違うんですけども、例年通りっていうふうに毎回行かないと思うんで、今年はこういう変化球をしてくるんじゃないかなというふうに思いました。ジョジョコラボもね、ワンチャンあるかなというふうに思ってたんですけど、今回でジョジョの線はだいぶ消えましたね。はい、っていうところで緊急動画になります。ご視聴ありがとうございました。